ほう、大人とは何かを知りたいというのか。うん、どうせあなたのことだから、強さが大人の証明だとか言うんでしょ。見くびるな、うん、いいか小僧ども、大人とは信念を持った人間を指す言葉だ。信念？しかし信念を貫き通すには強さが必要だからこそ、弱さは罪なのだ。クロノ、わかる？ううん、わかんない。お前たち、やりたいことはあるか？うん、この星を楽しくするの。僕もセルカと同じ。では、そうしろ。やりたいことを見つけ、思うままに生きる、その生き方を貫いた者が大人と呼ぶにふさわしい人間になれると、この男は言っているのだ。そうすれば、セルカもクロノも大人になるの？おそらくな。それが大人。うん、セルカ覚えた。今はそれでいい。セルカよかったね。意外ね。もしかして子供好きなのかしら。黙れ、子供を導くのも大人の役目だ。そう、じゃあ大人として、あの馬どうにかしてくれない？できん、俺の信念だ。それは信念じゃなくて非常識って言うのよ。信念を貫き通すには強さが必要か。明神竜図、不思議と悪い気分はしない。あなたの口からそのような言葉が聞けるとはな。少し酔ったようだ、忘れろ。念のために言っておくけど、それウーロン茶だからね。いやう、いやう、ちょっとくらいいいだろ。お酌しろ、いやう。ごめんね、ここはそういうお店じゃないの。チャラチャラサングラスのおじさん。誰がチャラチャラサングラスだ。俺は客で、いやう。あれも大人だと思うか。少子。そうね、大人として叱るべき対応をしなければね。